お名前は出しても大丈夫ですか。はい、カメラマンの吉村 A です。よろしくお願いします。吉村 A さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は吉村さんにインタビュー動画を撮ってもらいます。これ何ですか、カメラ。これはブラックマジックですね。おお、 4K6K です。 6K じゃあ EF マウントですね。そうですね。ムービーが専門なんですか。いや、スチルが専門でムービーがおまけなんですけど。それでブラックマジックを使ってるんだ。そうですね。なぜですか。一番安いので、ね、30万ぐらいですね。30万ぐらいするんだ、それでも、うん、でもまあ物から考えるとやたらと安いな。今日のレンズは何ミリですか。これ今日のレンズは、これ10のいくつみたいなやつですね。ワイドズーム。ワイドズームの、はい、すごい安いやつで、うん、とこっちが16から30。もう一台も 6K。 そうですね、基本ほぼ似たカメラの、うん、4K で撮るんですか。いや、6K で撮って、 6K で撮って落とすんだ、はい、そうです。それクロップができるっていうのもあるんですか。っていうのもあるのと、うん、それとあの僕写真からやってるのもあるので、うん、あのローファイルで撮れるんですね、はい、でローファイルで撮ると何かと潰しが効きやすいっていうのがあって、ブラックマジックローで全部撮っちゃうんだ。そうですね、ブラックマジックで撮る場合、あのブラックマジックローで撮るのが一番データ量も少ないんですよ、実は。あ、そうですね、だから逆にそういうこと言いますよね。そうなんです。大体業界標準の Apple ProRes っていうのを使うことが多いみたいなんですけど、うん、実際同等の画質で比べるとブラックマジックローの方がファイルサイズが小さいんで、うん、結構これ意外な話なんですよね。どう。そうですね、あのブラックマジックローが出るまでは逆だったので、うん、ローファイルで必ずデカすぎて使いにくかったのが、ピントはマニュアルですか。これピントはマニュアルですね。あのワンタッチオートフォーカスがついてるにはついてるんですけど、うん、まああんまり使い物にはならないので。撮影時に一応ホワイトバランスの設定とかするんですか。ですね、そちらはあのもういつも固定で撮っちゃってた後で調整ですね、うん、まあローだから、はい、その辺はあんま気にしなくてもいい、ね、そうですね。このモニターどこのやつですか。これもブラックマジックですね。でモニターっていうかあのモニターレコーダーになってるんで、あのバックアップでもう一台回しておくと、何かあった時に、うん、カメラの方のカードが死んでてもこっちのモニターの中の SD カードになんとなく残ってるんで、最悪の事態が防げるっていう。なるほど。この三脚はどこなんですか。三脚は実寸の三脚にザハトラーのヘッドを乗せてます、うん、めっちゃ高いやつですよね、ザハトラーって。ザハトラー、いやでも今は全然安くなってるんですよ、うん、でもザハトラーもマンフロットも実寸みんな同じ会社になっちゃって、結構知られてないんですけど、ザハトラーの三脚ドイツでみんな思ってると思うんですけど、うん、コスタリカで作ってます。コスタリカ、はい、コスタリカにコーヒー以外の産業があるってこと自体がなかなかね、知らなかったな。あまり。マンフロが親元になるんですか。今そうなっちゃってますね。あのマンフロっていうかバイテックグループって言って、バイテックですね。はい、あそこら辺が全部一緒になっちゃってるんで。ああ、これソニーのワイヤレスの2ちゃんのやつですね。そうです。よくご存知です、ね、これ欲しいんだけど高いんだよな。いやでもこれ画期的で、これ出るまで50万円だったんで、うん、あこれが画期的に安くて小さいっていうので、20万ぐらいだったと思います。ですよね、覚えたんですけど、はい、そうなんですね。そこで安いの買ってものすごい後悔してるんで、はい、ああやっぱり違いますよね、うん、買い物でいうと僕の中で今一番ホットな買い物がこの
マイクをつける安全ピンなんですけど、はい、これカタログで見ててびっくりしたのが1万4000円って書いてあるんですよ、この安全ピン。ちょっと待って待って。でそれ買えないなと思ってたんですけど、うん、音声さんに教わったらあれ1万4000円で6個パックだよって教わったんですよ。あ、はいはい、で慌てて買ったんですけど、でもあのすごい得したような気はしたんですけど、うん、でもこの安全ピンが6個で1万4000円はやっぱり高いんじゃないのって、本当にこれだけのもんなんで。ちゃんとここにソニーとか書いてあるんですけどね。一応ソニー製なんですね。ソニー製なんです。ソニー製の安全ピン、ソニー製の安全ピン、なかなか笑えますよね。でもこのソニー製がちょっと買いきれなくて、はい、まあ、安いやつを買って失敗して、はいはい、しょうがないから今あの単独のやつがあるじゃないですか、あのピンマイクを単独でレコード、はい、あーズームのとかでもありますね、ズームの F2 を買おうかと思う、今悩んでたんですけど、なるほど、まあ、これを見せられるとちょっと弱いですね。あ、結構なんか急がば回れみたいなところがあって、そうなんですよね。でこの世界だと安いの買ってもなかなかっていうところちょっとありますか、もうそれは散々経験しました。ものすごい安物買いをして、もう今そういうガラクタがいっぱいなんか事務所に転がってますね。なるほど。でも例えばあのポータブルのモニターとか中国製の安いのとかで結構十分になってきてるんで、でそういった意味ではあのアウトプットはその場でなんとなくつまんないだけだと思うんですけど、記録系はあのクオリティその悪いものが記録されちゃうんで、うん、ここはちょっと少しいいものを買わないといけないのかなとは思います。うん、入ってくるクオリティが低いとどうしようもない。そうなんですよね。後からクオリティは上がらない、上がらないってことですね。でモニターとかは少々悪くてもなんか見えづらいなこれって言ってればその場合やり過ごす。やり過ごす。確かにね、そこの最終的な映像への影響ってそんなにね、そこで、あの物理的にはないから、そういうで実際今あのブラックフライデーだかサイバーマンデーだかで、うん、あの小さいモニターを2万円ぐらいで買おうとしてて、で昔はでもハッセルを200万で買っても、はいはいはい、30年全然使えたんですよ。ものすごいコスパが良かった、はいはいはい、そういう意味だそうですね。確かにそうですね、そうですね、最初200万かと思っても、はい、全く問題なく30年以上現役で使えてたんで。そう考えるとデジタル早いですね。早すぎだよね。僕もこのカメラとか2年後には売っ払ってますからね。やっぱりそうなりますよね。はい、ね、なので、うん、三脚なんですよ。なるほどね。そこは金かけてる。三脚は10年は使うだろうみたいなことがあるんで。三脚は確かにそんなに日進月歩は効かないですからね。で実際モデルチェンジも10年に10年あったりなかったり。そう、素材はねカーボンになったぐらいですよ。うん、アルミから。確かにマテリアルが。そう、素材の違いだけなんで。いやそれがですね、動画三脚すごい革命が2年前にあって、これ3段の三脚なんですけど、うん、あのロックが一番上に1個ずつあるだけで、はい、全部私自身なんですよ、うん、なので今までだとあのしゃがんでセットアップしてるのがしゃがまない、混合するのが、はいはいはい、でそれがないのと、あと昔はここにあったわけだよね。そうです、ここにありましたよね、うん、それが今こう持ち上げてアシスタントの人が下からこうやってねじっていくみたいなのが、ワンマンであのどの高さでもこうできる。これはどこのやつですか。これもザハトラ。ザハトラ、はい、三脚は買い替えをしないから高いのを買えた。マイクと三脚は高いのを買えた。カメラはよく見てて売り逃げろみたいなとこあります。なるほど。よく見ててで、メインはこの SSD で、はい、バックアップがこのブラックマジックのモニター。そうです。これ2ギガぐらい、これは今500の積んでます。500でこっち積むのが2ギガですね、うん、500でどのくらい撮れるんですか。500で、2時間ぐらいだったかな、うん、あ、そんなに撮れるんだ。はい、実際回すとあの絵柄によるんで、単調な絵柄だとあんま食わない。食わないですよ。であのランダムな動きだと一番食われるんで、うんうん、例えばあの舞台に紙吹雪が降ったりすると、うんうん、もう恐ろしい量食っちゃうんですね。へー。であのこういう動きっていうのは予想ができるんで、うんうん、あのあんまり食わないんですけど、全部がバラバラにこう紙吹雪に動かれたり、あと桜の花びらが風で揺らぐとかになると、うん、ものすごいデータ食いますね。シャッタースピードは100ですか。
シャッタースピードは僕は25です。25、あ、はい、結構遅いんですね。ですね、なんだろう、今の人とか YouTuber の人っていうのはシャッタースピードの1本が100だっていうふうにどっかから勝手なのを決めてるんですけど、うん、僕もっと古い人間なので、うん、基本的にシャッタースピードはフレームレートと同じかちょっと遅いぐらい、あ、ちょっと早いぐらいにしてますね。フレームレート24です。24で、でここ関東なんで、24にするとフリッカーが出ちゃうので25分の1秒でやってます。なんかよく言われるのは50か100で、100の人結構多いですよね。100の人多いですね。100にしとけばいいみたいな風に、なぜか教えが結構 YouTube とかに流れてるんで、そうでもないんだ。そうした方が解像度は少し上がりますね、動的解像度は、はい、あとスチルで抜き出しが欲しいみたいな仕事の時にはシャッタースピード上げた方がいいと思うんですけれども、なるほど。基本的に僕は動きの途中が切られちゃうのが好きじゃないので、まあ、関東だったら25、50、100、そうですね、関西は30、60、そうですね、30、60、120でいきます。120、関東 50Hz で関西が 60Hz なのか。そうですね、だから静岡あたりは境目で地区によって違うのでちょっと難しいんですよね。まあ、画面を映してみれば、すぐにおかしくなるかなんだけど分かるので、よろしくお願いします。ですかね、あと5分、10分。あ、大丈夫です、もちろん2時からですね。